覚ドラマが大好きな人見先生です。キュンキュン。はい、それでは今回は夏にぴったり自分だけのオリジナルライトを作りたいと思います。イエーイ。はい、とても簡単なのでぜひ真似をしてやってみてください。それでは実際にやってみましょう。今回使う材料はこのペットボトルとこの光るライトと、ここにいろいろペンやマスキングテープ、ビー玉や可愛い宝石、冬まで可愛いのもダイソーやセリアで100均などで売ってるので、こういうのを使ってやっていきたいと思います。はい、じゃあ始めたいと思います。はい、じゃあまずはペットボトルにこういう絵を描いたりしていきますか。はい、はい、絵を描いてるのに どんな絵でも好きな絵描いてみてください。
などうでしたか？100均にあるもので簡単にできるので、ぜひお家でも真似してやってみてください。この動画がいいなと思ってくださった方はグッドマークとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやリクエストもお待ちしています。